それでは、ただいまから聖餐式の時を持ってまいります。聖餐式とは、イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったことを覚えて、心に思い出して行うものです。私たちの教会では、イエス様を僕の救い主、私の救い主と信じて洗礼を受けていらっしゃる方、また洗礼を受けたいという希望を持っていらっしゃる方には、この聖餐式に加わることをお勧めしております。ですから、洗礼を受けられた方、また洗礼を受けたいと、願っている、希望している方は、どうぞこの式に加わってください。それでは、お祈りをさせていただきます。愛する御深き天の父なる神様、今日も私たちを御前に集めてくださり、この聖餐の恵みに預からせてくださることをありがとうございます。主、どうぞ今お御前の御徳同士を豊かに祝福し、私たち一人一人のうちに御体と御血潮の恵みを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、皆をあがめ尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それではご一緒にお祈りの時を持ってまいりましょう。罪の悔い改めの時って言いますけど、悪いことしちゃったことがあったら、それを思い出して神様に今そのことをごめんなさいってお祈りをしておいてください。これらのお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。言葉を読ませていただきます。イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。ではイエス様の身体を共にいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。イエス様の血潮を見ましょう。
主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。